volleyball world final qualification for the Beijing Olympics. という舞台でどんな上田ジャパンのバレーを見せてくれますか。はっきり言いますが、メダル狙います。そして始まる新たな戦い、さらなるステージへ、さらなる高みへ。今度は夢の舞台で輝くために、昨日のゲームでできなかったことをもう今日ね、修復しなければいけないという話をしましたので、ベストメンバーというか全員で戦う、もう本当にそういう12名全員が出る試合にしたいなと思います。最後の1点、取ることがやっぱりなかなか難しい、今大会でしたけど、そこをやっぱり1点、取った先にはやっぱり、何か新しいものが見えてくるのではないかと思います。今日はそれに挑戦したいと思います。まずはこの一戦に集中することがやっぱり北京につながると思ってますから、本当にここからまた自分が本当に一生懸命頑張りたいなというなんか決意が芽生えました。まあ、北京で結果を残せるように、まあ、この今日の大会から本当に熱い気持ちで若さを生かして一生懸命頑張りたいと思います。さあ見逃すな、男たちの第一歩、誰よりも高く、誰よりも激しく、新章突入。昨日歓喜に染まったコートから男たちはまた新たな戦いに向かいます。それは北京でのメダルを目指す道。試合を前に両国国歌の演奏です。スタメンはすべて197センチ以上、高さを誇るアフリカ代表アルジェリアです。喜びと笑顔を抱いて北京でのメダルへ新しいスタートです。さあ、これが Japan vs. Algeria。 16年という長いトンネル、その暗闇を抜けた時、北京の光は涙で滲んでいました。あなたたちが扉を開き、あなたたちが歴史を変えました。十数年の時が経った時、あなたたちはこう呼ばれるのでしょう。男子バレーに光を取り戻した北京世代。さあ、これから北京でのメダルに向かっての戦いです。実況席は昨日嬉し涙にくれたお二人です。玉井俊一さん、そして中垣内一さんです。
よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあ、金井さん、はい、何かまだ昨日の熱がね、このコートに残ってるような感じがありますが、なんかお客さんもそのままみんな残ったじゃないかっていうぐらい超満員ですけども、暑いですよね本当に。でも日本強くなりましたね。強くなりました、ジュースになった時にね、去年まではね、負けてたんですよね、はい、今年は取りますからね。取りますからね、本当強くなりました。そして中垣さんもあの瞬間思わずね、感極まっておられましたが、どんな思いだったですか。そうですね、私なんかもう2回挑戦して2回くじけてますね。まあそういう意味では本当にあの彼らがそれを成し遂げてくれたと。しかし16年とこれ長かったなーなってね、こうつい涙声になってしまったんですけど、はい、ただここから北京に向けたね、新しい戦いが始まります。そうですね、もう本当に今日から新しい大会の戦いがスタートしてますから、はい、そういった意味ではこの今日の戦いも大事ですよね、はい、最終戦の相手はアルジェリアですが、川合さん、はい、どんな展開予想されますか。いいチームですよ、スパイクもいいですし、ブロックもいい、守備もそんな悪くないですからね、本当に日本の最高のバレーをしないとなかなか勝てないですね、はい、さあそして今夜も特別応援席にはメインキャスターの櫻井翔さんです。よろしくお願いします、はい、何かこう昨日の興奮がまだ抜けず、まだ感動も抜けない感じがあるんですけれどもここ応援席から見ていて、何かこう選手たちがまた一つこう大きくなったような、そんな印象を感じていて受けますね。はい、さあそしてスペシャルサポーターは平成ジャンプの皆さんです。さあいよいよ最終戦ですね、山田君。はい、そうですね、この大会で僕らも本当に選手の皆さんに興奮と感動をたくさんもらったので、その恩返しと思って今夜も最後まで全力で応援していきたいと思います。今夜も勝って北京へジャンプ、頑張れ日本。はい、ありがとうございます。そしてコートサイドには大林素子さん、そして長坂哲夫アナウンサーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今朝の練習会場にはね、さすがにホッとした表情の選手たちでしたが、いつもと変わらない練習をしたんですよね。そうですね、最後までベストで戦うといった監督なんですけれども、ベストですけども新しいスタートということは、若手控えの選手には今日チャンスがありそうなので期待したいですね。はい、よろしくお願いします。はい、試合中もよろしくお願いします。さあコート上はアルジェリアのスターティングメンバーから紹介されています。セッターがハクミ、198センチあります。とにかくレギュラーは197センチ以上がずらりと並んでいます。センター梅佐、そしてキャプテンのケルブア、注目は9番の四季。この四季がこのアルジェリアのエース、ポイントゲッターということになります。オポジットには10番のマハジュビ、そしてセンターベライド、リベロはマハムディ。率いる監督はジトニ・サミル監督、42歳。ここまで2勝4敗というアフリカ代表アルジェリアです。さあ続いて日本のスターティングメンバーが紹介されます。得点ランキング断然トップの山本貴弘、スピードの松本、高さの山本というセンターライン、そしてレフトは世界と戦うためには欠かせない2人です。ロッツ石島、そして昨日悔しい途中交代の越川優、そしてセッターは今日もハーフでつなぐ司令塔友永康介、リベロは最後の夢をそのレシーブで掴んだ佐賀に勝ち越し、そして率いるのは日本男子バレーの危機を救った男、植田達也監督です。そして控えメンバー、試合に出たい気持ちが心の中で噴火しそうだという清水福沢の大学生コンビ斉藤信子、そして宇佐美は今日も後ろから小村を支えます。キャプテン小木野は今日はゆっくり休んでいてほしいと思うのは私だけでしょうか。16年という時の長さ、秘めついた扉は簡単には開きませんでした。それでもそれをこじ開けた12人、そして上田監督、再び16年前に止まった時計はゆっくりと動き始めました。次なるターゲットは北京でのメダル。この試合から、まさにこの時から新たな挑戦のスタートです。夢を叶えた日本の世界最終予選最後の戦い、今この幕が開きました。16年ぶりに扉をこじ開けた上田ジャパン、最後の相手はアフリカ代表のアルジェリアです。さあメンバーを全く変えず、川合さん、はい、この辺りは今までと変わらない、日本のバレーをするんだという、そうですね、これやっぱり最初はこのメンバーで行きますよね、まあ、ちょっと疲れてると思いますがね、はい、レフトから四季が決めていきました。
さあ、日本の場合はですね、山本がちょっとあの足の状態がね、あまり良くないんじゃないかという話もあります、はい、疲れもありますから、もしかすると清水邦広ゴリを早めに、ね、投入する可能性もあるという話をしてました。そうですね、やはりね、流れを作って、新人とかを入れてあげないと、最初からスタートで、ね、まあ、ゴリでもいいんですけども、今大会ピンチクロックで出ただけなんでね、まだまだこの流れに乗っていけないんでね、まず自分たち先輩たちがね、うちのスタートのメンバーが流れを作ってあげて、はい、それからね、ゴリとか福沢とかね、はい、入れてくれたりして ね、三宅さん、はい、どうぞ。その、ね、気になる右のすねだそうなんですが、林チームドクターに聞きましたらね、かなり悪くて、疲労骨折の一歩手前ぐらいなんですって。それはもうちょっとね、ですからできれば休ませたいというのがドクターの意見です。なるほど、まあ、去年5月に右膝の内視鏡の手術をしましたが、さあレフトからゴッツが決めていきます。今日も吠えているゴッツ。ただまあ中井さんね、日本のこの夢を掴んだこのメンバー、まずこれでメンバーでスタートしてという気持ちもあるでしょう。さあサブポイント、しかし昨日と変わらず、なんでしょう中井さん、ちょっとねモチベーションが下がる部分もあるんではないかという、ね、気持ちもあったんですが、いやそれはねやっぱり上田監督のこの北京に対する印象、心構えみたいなものですよね。お前たちまだまだこれから成長しないといけないんだと。ああなるほど、うん、そういう風な意思表示があったんじゃないかなと思うんですけどね。三宅さん、はい、ゴッツを見ててもね、やっぱり昨日と変わらない暑さ、もうとにかく声出して、ね、盛り上げるというのは全く変わらないですね。変わらないですね。このあたりがやはり精神的に大きく成長した部分。そして越川ブロック。さあ今日は河合さん、この越川が頑張らなきゃいけませんね。昨日はね、嬉しいやら悔しいやらのね、越川だったんですよ。悔しい思いもあったでしょうからね。勝ったからね嬉しいんですけども、途中でやっぱり越川を下ろされましたからね、はい、個人的には本当に悔しかったみたいです。もう一回越川、その気持ちを分かっているんでしょうか。ハートでつなぐ司令塔友永がこの越川にボールを上げます。何か中井さん、友永がお前が決めるんだというね。そうですね、なんとかね友永も越川とのコンビネーションを作ろうと必死なんですよね。決めたのは友永。友永今回初アタックじゃないですか。そうですね、練習中よりもいいスパイク打ってますよ、あんなスパイク初めて見たかもしれないですよ。いわゆるスパイクポイントというのは友永初めてのようになります。ブロックはね、日本からそれはね、ありますよね。届きませんが、しかし今日もモチベーションは高いまま最後までボールに向かっていく日本。そしてこの上田監督の表情も、オリンピックを決める前の試合と何ら変わりはありません。新たなターゲット、北京へのメダルというターゲットをさあ作った上田ジャパン。さあチャンスボールは日本、大きく声を上げたが、さあセンターラインは外。もう一回日本チャンスボール、今度はどうする、もう一回松本。このセッターラインを機能させるためにこの友永にセッターをスイッチしてきました。ただ控えで見つめている宇佐美もブロックのつき方、相手の攻め方、いろんなものをこの友永にアドバイスしています。まさに12人で戦うこの日本バレー、今日もその10人で戦うその形を見せることになるでしょう。そんな風に上田監督は言っていました。あ、もう早く出たくてしょうがない大学生コンビの2人は前の方でアピールしてます、アピールしてます。もう部屋で2人で吠えてるらしいですね。試合に出て2人同じ部屋なんですけど吠えてるらしいです。さあバックスからライトのテクニカルタイムアウト、日本リードです。東京オリンピックの1964年に生まれ、全日本男子最後の出場となった1992年バルセロナオリンピックでキャプテンとしてコートに立った上田竜也監督が、監督として北京オリンピックその瞬間
いやまさにうつ伏せの大の字になったこの上田監督の歓喜の瞬間、確実に今の日本男子バレーは強くなっている、私が指揮した中では間違いなく最強のチームであると上田監督は言います。ワールドカップ最終戦、あのブラジル戦で彼の涙を見たと、この選手たちを勝たせてやりたい、その気持ちを強く持ったと言います。さあこの10人を連れて北京に行きます。上田ジャパン、今度は北京のメダルに向かっての新たなスタート。116キロ、星川優のサーブポイント。いやー河合さん、今日の星川は違いますね。昨日相当悔しかったのがね、今の一発にね現れてましたね。さあまた来るか、もう一回か、これも乱している、実質的なサーブポイント、2本連続決めた越川。4年前の世界最終予選も最後にメンバーから外れた男、自分に足りないものを探し続けた4年間、越川2本連続サーブポイント、たまらずアルジェリアサビル監督作戦タイムです。越川が見事なサーブポイント、昨日は途中外され合計5ポイントのみ、悔しさの残るあの歓喜の瞬間でした。その思いも今日ぶつけている星川、さあ3連続なるか、いけ、あっとこれは谷浮いた、当たり損ねました、ちょっとね、はい、ちょっとミートがね、しなかった形ですが、ただ思い切って攻めてますね。さあアルゼンチン対して3ポイントリード、このハクミのサーブは要注意です。このジャンプサーブ、これも綺麗に返した、ボッツ、中谷さん、はい、昨日もボッツはあの立ち上がりこのフェイントを対応してきましたが、今のはちょっとトスが合わなかったですね、打とうと思った時には来てなかったような感じですけども、序盤はねボッツどちらかというとこう様子見るんですよね、あそうなんですか、で自分の心と体が乗ってきて初めて強打を出してくるんですけど、なるほどね、物足りないところでもあるんですけどそうですか昨日はゴッツ石島は16年ぶりのオリンピック出場、僕の背番号も16番、何か運命を感じますというね、何か用意してたんだろうかというコメントを、ね言っていましたけれども、やはりこのゴッツの成長というのが非常に大きい。さあ取ったゴッツがそのまま決める、このゴッツが取ってからミントポイント、アタックポイントに行くまでのこの足の向け方、これが直線的だったんですね、スピード出ましたよね、出ましたね、以前はですねゴッツ、前の方でサーブレシーブをすると、もう左手打てなかったんですよね、ワールドカップではそこを狙われたんですよね、効果率が極端に下がったところですね、でもやっぱり今年はやっぱりそれに対して準備してきてますね、はい、あこれは強烈、そうなんですね、ゴッツが取ってからこのスパイクポイントに行くまでのあの足の運び方、大学の監督に昔はあっちの方がバランスが良かったぞという話もされて、あそうだったなという話を、あそうです、さあ真ん中から山村速攻を決めていきます。いろんな意味で、進化してきたゴッツ、自分でもね分からないうちにね、フォームとかステップが変わってきちゃう時あるから ね、そういう時にやっぱり昔の指導者とか、あるいは昔のビデオ見たりとかするといいことですね。さあそれもそのサーブ、ライトからマハジミ、スーパーエースのマハジミがライトから決めていきました。アルジェリアはこのマハジミ、そして先ほどの指揮キャプテンの7番ケルルア、この3人がポイントを稼いでいく。とにかく相手は平均身長 197.2 センチ、それも全く穴がないチームということになります。ですから河合さんね、このアルジェリアのブロック棒、平均197センチというこのブロック棒をどうかいくぐって日本がポイントしていくか。そうですね、単調な攻撃になったらね、バンバンブロックされますから、オーストラリアでも取られましたからね、さあワンタッチですか、これは決められないです。もちろん友達のセッターなんで、クイックを多用していくと思うんで、あまりね相手のアルジェリアのブロックは日本をこう 100% ね、マークすることは難しいと思うので、なるほど、さあ
この式のサブダブルアウトです。さあこれで15点目になりました。アルジェリアもサーブは攻めていますが4本のサーブミス、これがセッターのハクミ。ハクミはどういう攻め方をする。2できた、あ読んでる、これが得意なんです。今度は2はいかない、8。さあ あとこれはタッチネットがありましたでしょうか。そうですね、タッチネットがあったようです。日本チームポイントはアルジェリア。このハクミの2アタック、この人これ大好きなんです、これ、でも日本2人で読んでましたね。そうですね、この辺りは反応しています、はい、データで、ね、もう出てたんでしょう、2アタックが多いよ、はい、さあ友田が、これもセンターライン、松本拾っている、ナイスレシーブだ。そしてマハジミ、これもラインに入っている友田が、そして越川は体勢を崩していく、あっとこれはバックエア返します。友田がどうする、速攻、松本はこれも拾っている、アフリカチャンピオン、これも決まった。松本のクイックがね、ほとんどバックセンターに打ってもう人の正面に行ってるんですよね、はい、少しだけね、この9番のところばっかりなんですよ、なるほど、少しだけひねって打った方がいいですね。さあこれで長いサイドアウトの末アルジェリアが連続ポイントを取りました。ここは日本気をつけなくてはいけません。あーっと止まった。さあ1点差、ここです、これで3連続ポイント、アルジェリア超えてませんかね、ちょっと超えてないよね、少しでも心配ですね、足がね、そうですね、ちょっとこのパフォーマンスがもし足を気にしてできないようだったら早めにゴリエのチェンジも考えられます。ライトからそれもブロックにかかっている。さあ日本の攻撃が抜けなくなった、これが日本のスーパーエース山本隆弘です。16対14、日本リードで第1セット2回目のテクニカルタイムアウトです。ここからの放送は健やかな夢と体を育てるミキプルーン JT とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ユースケ石島、こんなに宣伝するのかってもフォローがないものは絶対通用しないよ。上田達也は花ゆかだった。そのあふれる才能を誰よりも信じていたからこそ誰よりも厳しく当たった。ゴッツが変われば日本バレーは大きく前進する。上田達也は信じていた。その期待に男はコートで答えを出した。そこには温かい心を身にまとった石島雄介がいた。今まで彼があんまり言わなかった下のことを見てとかね、下のプレーを喜んでとかっていう部分では石島本当にすごくね成長したと思います。ゴッツの闘魂が日本バレーの新時代を切り開く。いきましょう、ダンプ闘魂は最終戦に入ってもマックス状態、石島雄介。さあ櫻井君、はい、ゴッツが本当にね、そうですね、大きな成長、あのワールドカップの頃から見てもね変わりましたもんね、はい、今大会のあの対戦の後だったと思うんですけれども、あの荻野選手を横にして、コートから外れた時何を考えてましたかという質問に、荻野選手のことをずっと見てましたと、コートの外から外れても荻野選手のプレーを見てました、勉強してました、はいはい、なんかこう大会試合を重ねることにどんどん成長していってるような感じを受けますね、まさにこの人がそうなったからこそね、はい、このチームは強くなったし道も開けたような気がしますよね。そうですね、あのゴッツポーズとやれる、あの勢いでまたチームが活気づくこともたくさんあるでしょうし ね、ですね、はい、さあここでおっと斉藤がここで松本に代わって入りました。これはここまで出番の非常に少なかった斉藤、これはあのワンポイント云々ではなく、はい、センター松本とスイッチと、ね、いうことですね。今朝監督と長いこと話してましたね、あの練習が終わってからねずっと話してましたよね。松本は今日はちょっと決定率が低くなっている、この辺りでどうやら変えてということなんでしょう。さあ押し込んだ、あとこれはまたアルジェリアの
チャンスになるフェイント押し込んだ、プッシュ、よく見ています、キャプテンケルベラ。さあアルテリア、このアルテリアというのはあの脆い時は脆いんですけども、オーストラリアとも好勝負をしたり、イタリアともあのセットを1つ考えれば20点以上当然取ってきますし、簡単に勝てる相手ではないですからね。強いですよ。サービス、このサービスでちょっと助かっている部分もあります。日本ここまで苦戦しているのはブロックが出てないんですよね。ブロックじゃないですね、はい、やっぱり1セットにね、まあ、こう中盤まで2本ぐらいしておきたいんですよね。山本、石島、さあそして山村という高いフロントライン、これはアウトです。高いブロックを気にしてか、ちょっとボールが高くなってしまいました。ネクさん、はい、どうぞ。大林さん、あとなんかバレーのリズムをちょっと下で見てますと、やっぱなんとなく似たような感じに感じられるんですよね。なっちゃってる感じですね。はい、やっぱりあのセンターまだうまく使いこなせてないということもあるんですけど、なんとなく合わせてるなって気がしますね。あ、そうですか。そうなるとちょっと日本バレーは展開できにくくなりますが、さあまたもマハジミか、10番のマハジミストレート。ちょっとこの辺のコース取り、ブロックのコース取りあたりもどうでしょうね。クロスをブロックしろって多分指示でしょうね、あれだけストレートは、はい、クロスに入ってますね、さあこれはとよく見ました、ゴッツ、これで6本目。さあ19対16、3ポイント差で間もなく20ポイント、ラストスパートの場面になってきますが、ここで前には友永が入る形。前のブロックのキーはこの山村、日本トップの13本のスパイクを、この試合13本のブロックをこの試合までに決めてきますが、友永の頭の上から決めてきました。アルジェリア、この辺の攻め方も本当にきっちりしている。ちょっとね、日本のブロックがない、まあ、日本ブロックがないんですけども、まあ、勝ってるのは向こうのサーブミスなんですよね、はい、サーブが入ってきだすと怖いですよ。さあどうだ、4つマハジビスタンディング、これはチャンスになる。日本誰を使うか、ドンツに来た、速いトスだ、決まったか、手のひらレシーブ拾っている。あ、ドリブルですね。ドリブルダブルコンタクト。いや、しかし簡単に、レシーブいいですよ、中垣さん、アフリカというのはあんまりこういうイメージないんですけどね。そうですね、やっぱり年々レベル上がってますよね。上がってきてますね、はい、まあ、それはもう一つの国だけでなくてアフリカ全体としてやっぱり上がってますよね。あのワールドカップでまたチュニジアもそうでしたしね、エジプトなんかもそうですし、ダイレクト。さあチャンスが来た、ワンタッチ、山本が取った、山本が昨日ワンタッチを取りました。21点目。やっぱりこういう風にサーブ起点で攻めてあのとやっぱり強いですよね、はい、サーブで攻めてということですよね、はい、そうですね。さあここでアルジェリア、サミル監督2回目の作戦タイムを取ります。あとカンコール、さあよいしょー、レイスタンプ、相手のライト攻撃は少ない、どんどんレフトにシフトしてというブロックに対する上田監督からの指示がありました。こういったいろんなデータを使って緻密にバレーを展開していきます。さあオッズも4位に入っています。このサーブランキングポイント、速攻で来たが、ワンタッチ取っています。あ、これは、データにはたまにない真ん中からの攻撃を使ってきました。ベライド、本来ならばレフト攻撃が多いというアルジェリアのデータを使っていました上田監督ですが、ここは裏を変えてきました。アルジェリア、さあそしたらストレート、これは2枚ね、相手のブロックきついたんですよね、クイックは使いませんから、そこのストレートがですね、やっぱり中垣さん、はい、この人がやっぱり引っ張ってこないと、そうですね、特にあのサイドアウトの場面で越川のスパイクがないと日本は苦しみます、苦しみますもんね、はい、それほから高い、まあ、友永の上ですからね、これしょうがないですね、これは若干しょうがないんですけど、時々ライトが少ないということであれば友永をライトにブロックさせるということも一つの手だと思いますね。なるほどね、はい、ブロックをチェンジしてということですね、スイッチさせて使うというのも手ですよね、はい、さあしかしながら9番の指揮が6の6、 100% スアレムがここで入っています。さあ、シーバー立っていますが、さあここで23点目、
途中から入った斉藤がね、斉藤久々に入ったんで、なかなか、まあ、すぐは合わないタイミングがちょっと合わなかったですね。力入りすぎてね、まあ、いつもよりネットに近く入り込みすぎましたね、はい、ただ斉藤も3度目の世界最終予選やっと掴みましたからね。苦労してんでしょこの、センタープレイヤーなんですよね。そう、これはドリブルダブルコンタクトを取られてしまいました。さあアルジェリアも20点目に乗せました。とにかく日本があのワールドカップの惨敗からどんな思いでここまで這い上がってきたか、そしてどんなに強くなったか、あるいは昨日の勝利を見てようやくこの男子バレーを見る方も多いかもしれません。日本バレーがどれほど強くなったか今日はじっくりご覧いただきたいと思います。上田竜也監督が自分が率いておそらくは最強のチームである、そう話したこの上田ジャパン、この12人の戦い、最後の戦いをじっくりその目に焼き付けてください。第1セット、セットポイントを握っています。来た、やや乱している。さあチャンスだ日本、誰で決めるか、ドッグ。第1セットを最後吠えたのはゴッツ、25対20。日本この世界最終予選のラストゲーム第1セットを25対20で取っています。さあ日本見事1セット目を取りました、はい、何か昨日はちょっと悔しさをにじませていた越川選手がこの第1セット大活躍でした ね、うん、ね、終盤徐々にエンジンかかってきたという日本でしたよね、はい、さあ平成ジャンプの皆さんどうご覧になってますか。はい、昨日は北京決まったのにまた今日は違う新たな気持ちで戦っているというのが感じ取れましたね、うん、そうですね、サーブなんかでも攻めの姿勢がすごくよく見られますもん ね、 そうですね。さあ他に何か言いたいという人、今日これが最後ですよ。自由ですね。はい、はい、中島君、はい、どうぞ。僕が気になったのは、はい、友永選手、はい、6点目のスパイクを決めてくれたんですけど、これですね。はい、これですね。初めて見たんですよ、僕は。で、飛んでもしかしたら打つのかなと思ったら本当に決めてくれたんで、これからもどんどんそういう想定外な行動でどんどん倒していってほしいと思います。はい、さあ、そして他には、はい、ヤブ君、どうぞ。僕は星川選手ですね。やっぱり昨日の試合もちろん嬉しかったと思うんですけど、ちょっと途中交代で悔しい思いをしたかなと思って、今日はやっぱサーブがすこぶる調子がいいので、うん、これからもビシビシ決めてほしいと思います。そうですね。さあどの選手も北京オリンピックへ向けすでに走り出しています。この後もこちらから大きな声援を送りましょう。はい、今夜の最終戦を勝ってオリンピック弾みをつけてほしいと思います。北京へジャンプ、頑張れ日本。さあそれでは第1セットをハイライトで振り返ってみましょう。確かにちょっと応援席からもありましたが、まずこれでメンバーですね、やっぱりこうモチベーションの相方が、ね、難しいのかなという感じがしますけど ね、 勝利の後で、これなんとかリセットしてね、やれそうな仕事ですよね。ただこのゴッツ、越川、永井さん、この2人でね、何かこうムードを持ってきた感がありますね。そうですね、若干本当ピリッとしないこうスタートだったんですけども、やっぱり越川は昨日の、まあ、悔しさって言いますかね、はい、やっぱりもっと活躍したいっていう素直な気持ちがやっぱり今日出てますよね。4年前も結局メンバーから外れね、そうですね、そういったことがありましたからね。やっぱり選手はコートの上でやっぱり勝ちを迎えたいですよね。そういうことなんですよね。最後は日本らしい攻撃が復活、ゴッツの25点目で第1セットを取ったという形になりました。さあ先ほどのセットのデータが出ていますが、サーブ返球率が日本よりもアルジェリアの方が上なんですね。ですね。ですからアタック決定率はアルジェリアの方が上回っているという形。不思議でしょ、これで勝ったんだ。勝ってるんですからね、まあ、相手のミスもあってということで、まだまだ本来の日本のバレーではないと、そうですね、いうことがこの数字からでも、見て取れます。さあここは日本バレー、この第2セットからそれではじっくりこの強さを見せていこうということになりますね。さあ日本はどうやら松本に変えて斉藤を入れています。第2セットが始まりました。ワンハンドになった、これも乱した。これはね、回転を与えて前の方にぐぐっと落ちてきて、ワンハンドしか、ね、対応できなかったんですよね。今さら聞こえました。またいいところに打ちました。昨日の悔しさをこの一撃に、今度は前だ。
前後に揺さぶっているマハジビワンタッチ取った。さあ日本連続ポイントのチャンスだがタッチネットがありました。日本にタッチネットがあったようです。さあ日本はセンター松本に変えて1番のぶこ内藤の流れを入れてきました。はい、あのその斉藤選手にはですね、監督がしっかりブロックも見てね打っていけという指示は出てますよ。そうですか。さあ斉藤が入った。斉藤決めました。斉藤の速攻ビッグ打せたらね、ものすごい高さを持ってますからね。はい、なかなかブロックはされないんですよね。これでですから今の日本のセンター陣は205センチが並んでいるというところになりますよね。そうなんですよ。一昔前じゃ考えられないですけどね。そうですね。さあ高い日本のこれフィジカルメリットサーターブロック。今度は205センチは山村。どっちだ。山村ですね。昨日も、ね、山村のブロックで、ね、助かられてるんですよね。これが日本この試合最初のブロックポイント。いやー、ノブコフからヤマトフへ205。さあ高いぞ。あーこのブロックを気にしている。マハジビ一本ブロックするとこういうことになるんですね。なっていくんですよ。上田監督が言っていましたが、日本のこのブロックを含めたディフェンスは完全に世界レベルに達したと、昨日会見でもはっきり話していましたが、いや高橋君いいブロックしてますよ。さあこれはどうだ。今の山平がちょっとタイミング合わず飛べなかったですね。三宅さん、はい、このあたりね、今日この第2セットからスタメンに13番のスアレ、今バックですけども入ってますよ、ね。はいはいはい、この13番の選手の情報を欲しいというふうにね、ゴッツから冷静にベンチに指示が出てますよ。ああなるほどね、はい、アルジェリアの13番18歳のスアレもこのセットから入っているんですね。その選手の資料も欲しい。まあ、とにかくあの徹底したデータバレーで相手を攻略するというその新しいバレーの部分、それとブロックは気持ちで決めるんだというそういった熱い闘志をも鼓舞する、まあ、昔ながらの日本バレーのその古き良き部分、この2つを何か融合している感じがするんですよね。そうですね、やっぱり、ね、日本ってね、今回分かったのは厳しくね練習でね詰めていかないと、なかなか強いチーム作れないっていうのは分かりましたね。その部分をねこの上田監督がね、まあ大変ですよ、人に厳しくすることっていうのはね、それをねもうずっとねこう何年も続けてきてやっとこのチームを作れたんですよね。出来上がったチームはしかしすごいチームになりました。すごいの作りました。おブロック、おこれは片手でブロックしたぞ。小野田が片手ブロック。おおちょっとめずどんなこれですね。おお相手はダイレクトで来たところ。いや友田もちょっとびっくりしてましたけどね。友田がどうだったんだろう。184センチ相手とは10センチ以上違うという形になりますが、よくねでもねあのトレーニングしますよね。まあこの友田も本当によく流れを変えた、本当に力のあるセッターが2人いるというのはここに力強いものかというそんな感じがしました。さあ2段トス、これを打ち切る。ブロックアウトを取りました。星川に求められるのはこの部分、この苦しいところからでも決められるエーススパイカーに3枚揃ってもこれをブロックアウトを取っていく中垣さん、はい、これなんですよね。いやもう本当にね星川君も3枚揃うと強打してシャットアウトってケースよくあるんですけども、あれだけもらえばいいんですね。またそうですね、今のように。はい、さあ、あまり変えません。この式のスパイク、式の決定率が非常に高くなっています。式はものすごくいいですよ、この選手は。レフトからクロス打たせたらもう天下一品ですね。あのクロスが多いというデータおそらくあると思うんですが、それでも決めてきますもんね。さあ式のサーブ、友永はレフトへ。トップではわずかにアウトか。さあしかし昨日の思いを考えれば、ああ今のは僕ですというこの越川。そうですね、ブロックは完璧に1枚振ってますから、あの友永がね、あの調子が悪いとは言われながらもアタック決定率はこの人全体の3位ですからね。レベルはそれだけ高いんだという話になります。おっとこれはわずかにサーブはアウトになっています。さあ第1セットも8対5、先にテクニカルタイムアウト8点に到達したのは日本です。黒部、あの10番のライト側の突入に対するサイドブロッカーは3位の設定でしょ。ストレート締め、ストレートは多分ないところがカンチャンからクロス、で、D はストレートがいい。フリーパスになった時の、フリーパスになった時にしっかりとレスロック、逆モーションにならない。結構ライトにピッて振ることになるから我慢。さあ、
最後最後最後攻めよう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 。日本がワールドカップで敗れたチュニジア、そのチュニジアを下してこの世界最終予選にやってきましたアフリカ大陸代表のアルジェリア、そのエース9番のシキ、この人のスパイク、あ今出ましたね。あしかしながらご覧のように結構打ち分けてますね。打ち分けてるんですね、まあ、クロスが得意っていうことで、まあ、ストレートも、まあ、打ってくるんですね、はい、そして8本打って7本決めてるという、もうほとんど止められていないというのがこのデータで分かります。いかにこの式を止めるか。ですから簡単にじゃあクロスだけという選手ではないということですね。非常にテクニックも合わせ持っている、うまさは抜群にありますね。はい、さあ式を止められるか。前にはモンコフ、前狙った2チャッチャー、これも、うまく決めていきます。これはセッターのハクミ、サースポールセッターハクミがうまく決めていきました。このセッターのハクミも198センチ、非常に高いアルジェリア。まあこれから北京オリンピックに行けばこのぐらいの高さのセッターはゴロゴロしてますから、ですからね、こういった高い相手に今度は北京で戦わなくてはいけません。さあコースこれは厳しい、これなんですよね、これでまあ厳しい3枚の時はやっぱりリバウンドもらえばいいですよね、そしてまたタイミングを作って攻めてくる。三宅さん、はい、あとやっぱりその時にブロックに、ね、ぶつける場所かなり監督こだわってますね。今真ん中ぶつかっているのでやっぱそのコースはないだろうということはあると思います。あなるほどね。さあもう一回パスが今度は上から押し込んでいきました。うまい、いろんな形をこのサイドアタッカー作っていかなければ簡単には世界の壁は崩れない、それを身をもって知るには一番いい相手かもしれません。とにかくこのアルジェリアにはブロックの穴というものがありません。平均身長197センチが怖いというだけではなく、セッターのハクミも198センチ、全てのメンバーが197センチ以上、全くブロックのいわゆる山がないということになります。さあどうする、でもブロックに対して一番ブロックでもいいですね。斉藤斉藤信子205センチ、高さなら世界に負けない、このようですね。いいですね、いいですね。世界最終予選彼何回チャレンジしたか、3度目の挑戦でね、今センターですよね、スーパーエースのポジションでもやりましたよね。5年のワールドカップからですよ、もう本当に、いつもすいませんすいませんと、何年間、13年間ですかすいませんと言い続けてて、やっと昨日やりましたと、13年目にして言えたと言って、ブロック今のはストレート山本か。さあ山田君、はい、すごいブロック王になってきた日本。そうですね、今もう山本選手もすごいんですけど、斉藤選手はもう今までの試合あんまり出てなかったんで、うんね、この試合でもその屈辱を果たしてもらいたいですね。本当ですね、はい、いや逆に言えばこういったメンバーも控えにいる、そして出てきたら簡単にこうやって機能するというね、今回のねもう全日本の強いそれなんですよ。さあこれは寄っている、そして腰が苦しいところだがこれはうまく打ってきました。2できた、これはこの初めの2には4周4で拾っています。そして難しい、おっと中垣さん、はい、これね本当に後ろから難しいんですけども、これは勝負するだろうなと思ったボールなんですが、あそうなんですか、よく決まったなと思うのは正直な気持ちですね。すごいですね、笑顔も見えています。5連続ポイント山本、入れとけばね、入れるだけで1本決められてしまいますからね、はい、打っていけるってすごいです。Bクイックできた、ワハンド、うわー繋がってる、よく拾う日本の粘り。さあチャンスボールは誰で来るのか、バックアタックスキー、いやバックアタックが来ました。この式ね、ドキドキ見せるんですね、ここから。さあしかしこのワンハンドからつながりのほぼこの辺の粘り、昨日もこのつながりがものすごいスパイクをワンハンドで上げた、ね、ましたけどね、この人のレシーブで
特にこのサーブミスは大きい。この人のサーブは非常に強いんです。熊谷は去年のワールドカップよりちょっと、はい、もう上がってますか。上がってますね。ああそうですか。守備力上がってますね。やり残した場所、あこれもいいサーブ、上がってはいけない場所、熊谷はそう話しました。北京オリンピック、乙女はアウトだ。さあ日本がポイントを重ねていきます。みんなが夢見たあの場所、小木野以外誰も踏み入れたことのないあの場所、斉藤に立っては13年にかかって夢見続けたあの場所です。さあこれは外を出した。惜しい、惜しいですね。決まったかと思ったこの斉藤。ただ斉藤も今読んでましたね。完全に戻していました。さあ斉藤と共に長くこの全日本、悔しい思いをしてきた荻野、荻野が見つめています。そして越川、16点目を決めたのは越川。2回目のテクニカルタイムアウトも日本リードで進んでいます。いい反応してるよ。さあ抜くなよ、もう抜かな点数は出るな。はい、僕は集中、一個一個じゃあまだ取れるよ点数。やってみようね。OK、OK、OK。じゃあ、スタイルやった。まず、リードを楽しみさせて、すでに、常に上げるつもりで、リードに合わせて。ナイスパス、ナイスパス。ナイスパス、ナイスパス。OK、OK、OK、休まないで。4番のブロックは緩いから、結構風でも悪いから、結構当てても、あるけど、当てる場所を気をつけよう。当てる場所。最高ダンボール。さあご覧のように5連続ポイントが途中日本にありました。16対9と大きくリードしている展開です。それでもその中で4番ハクミのブロックの弱さ、そのあたりをついていけ、細かい具体的な指示を上田監督が出しています。そろそろ、さあそして宇佐美が友永のそばに駆け寄って、相手のブロック、こういった形になっていると。これはあの2人は部屋も一緒なんですけれども、部屋に戻ってその試合の反省を2人でいろいろやってるそうですね。宇佐美が出る時は友永もその中に入り、これはこうだったと思う、そして今は友永が出ているところで宇佐美が俺はこういう形を取った方がいいんじゃないか、いろんな意見を出し合いながら2人が高め合っているという、お互いコートに入ってるような感じですよね、常に。さあそして来ましたね、来ましたね、清水邦広。あのワールドカップでも大きく成長を遂げたゴリ清水がいよいよ満を持してこのコートに入ってきました。さあこれを乱している。さあゴリが開いてるぞ、ゴリが来た。いきなりのスタイル、ちょっともうあの助走ガチガチな、ロボットみたいな。これはね、あのもう本当にね、出たくて出たくてもうしょうがなかったんですよ。もうあの出たい気持ちが噴火しそうですからって言ってましたから。さあもう一回いった、もう完全にブロックが2枚ついています。さあそしてゴッツはこれはフェイント、そしてブロックでわずか1人、でも拾っている、つながっています。さあもう一回ブロックだ、日本ベストエッカー式だ、押し切りた、引きを止めているバハジミ。そこから今度はバハジミが決めていきました。三宅さん、はい、どうぞ。ゴリ選手が、ね、今やっと一息ホッと吹いた感じだったんですけど、昨日ね福澤選手と夜東京タワーに行ったそうなんですよ。東京タワー見上げてね、高いところを見て、俺らももっと上に行こうぜ、北京で頑張ろうぜって決意表明をしたって言ってたので、そうですか、そんな思いを出してほしいですね。あーなるほどね、呼んでくれば近くで。さあ決まった、ようやく決まりました。ゴリ清水、思いが少しは晴れたか、出たくて出たくてしょうがなかった、はい、いいクロス、いいクロスですよ、1本目クロスで、ね、ネットかけたら普通怖いんですけどね、打ちましたね。盛り上がっているあのコート、先輩たちが躍動しているあのコート、あそこで打てたらプレーの人は気持ちいいだろうなと思ったんです。おーサーブポイント、ゴリのサービスエースだ。福澤が跳ねてますよ、福澤が、福澤も跳ねてる、もう福澤と2人で同じ部屋で
出たい出たいと吠えていた2人、まずはこの堀清水がコートの中で吠えています。国広清水人呼んでゴリ。去年のワールドカップで大ブレイクした大学生は上田監督も期待を寄せる日本の爆発力。今回の合宿ではさらなるパワーアップを観光。いよこの肉体を鍛え抜かれたゴリマッスルから放たれるゴリスパイクは破壊力抜群、攻撃力は自信の大。多分絶対に通用する自信はあると思うので頑張ってやりたいと思います。攻撃力はもうそうですね、はい、大丈夫です、バッチリです。これが若さか、フレッシュ&パワー。熱い気持ちで本当に頑張りたいと思います。森は必ずやってくれる。さあ、ゴリ清水がようやく入ってきました。2月3月は福澤とともに上田監督、久保コーチらと地獄の特別強化合宿を組まれた。その福澤が左上、そして右にゴリの表情。あ、福澤も出してくださいというアップをずっと繰り返しています。さあ、ゴリのサーブが続く。速い攻撃を見せました。こういった攻撃は少ないんですが、ベライドを使ってきました。でも今、山をかけてちゃんとね、山村、入ってますね。逆に打ったらブロックできてましたね。あ、はい、それでいいんですよ、どっちかを山張るっていうのはね。基本的にはサイド攻撃を使ってくることが多いアルジェリアです。これはサードはミスです。さあ、でもこれ、メモで入った、はい、さあ、呼ばれました、呼ばれましたか。おっと、やっと出てきますか。福澤が出ました。ついに福澤が呼ばれた。ポジションは越川とこですよね。スパイクを決めたのは初戦のイタリア戦だけですから。さあ、部屋で吠え続けていた2人がここでコートに揃った。清水、福澤、大学生、東海大大学生も清水、そして中央大学生も。さあ、まだ決まらないか。そうは簡単には決めさせてくれない。さあ、これも決まっている。そして福澤、この人にはこの高さ、対空力。今普通ね、届かないタイミングを、空中で浮いてましたね。この人はあの入っていくタイミング早いんですよね。早いんですよ。ですからブロッカーもちょっと早めに飛ぶと思うんですけど、上空で止まるんです、この人。今一瞬本当に早くやりすぎて、あの空振りするんじゃないかと思ったんですよね。すごいな。最高到達点は355センチと、公式にはなっていますが、この人は357までもう伸ばしてきまして、ね、来ましますね。あれ1メートル10センチ変更になってます。はい、10ぐらい飛びますね。さあ、これも乱れています。チャンス、すごいレシーブです。さあ、指揮が来る。エース指揮を止めました。エース指揮を止めた山村浩太、その前のこのつながり、このレシーブが素晴らしかった。よく拾った、それをつなげた山村浩太のブロック。さあ、そしてエースが止められた。サビル監督、作戦タイム、もう2回目。日本のバレーのレベルの高さをもう一度世界に伝えるいい機会だと思うので、北京で日本バレーの復活を世界に見せつける。力強く宣言したこの男こそ、上田達也に絶大な期待を寄せる若き日本の切り札、福澤達也。武器は驚異的な跳躍力。身長189センチと小柄ながら体力測定で全日本の最高到達点をマーク。上がって開幕戦アテネオリンピック銀メダルのイタリアを相手に、早くもその才能の片鱗を見せつけた。準備は万端です。
うずうずしますね。バスケの世界、これが日本の秘密兵器だ。ライトは簡単でいいわ。簡単の簡単。もうちょもうちょ。先生先最後まで最後まで。食べよ食べ。よしよ。ジュニア時代からの盟友ゴリとのレギュラー争いにワールドカップでは敗れました。12人のメンバーから漏れ悔しい思いであのゴリ清水のワールドカップでの活躍を見ていました。さあその2人が今同じコートに入っています。明日の日本を担う2人、福澤そして清水。ああ乱れた。なんとエース人のコンビが乱れています。ああ、セッターを変えますか。若いセッター20歳のメサウドが呼ばれました。ハクミが外れて控えセッターのメサウド、どうやらハクミとのコンビが合わないのを見て控えてきました。さあメサウドはレフトへ引き、あ決めてきます。やっぱ高いですね。さあしかし中垣さん、はい、清水福澤というねこの大学生2人楽しみですね。楽しみですよ。若い2人なのにね、若い2人が入って、チームがむしろなんかいいムードでやってる。さあまた高い。今の皆さんお分かりいただけましたかね。今普通もジャンプしてここでね止まるんです。空振りだと思いますよ。いやね本当にちょっと早いと思うぐらいのタイミングですよね。この対空力です。すごいな。ですからこの人は僕はレシーブが上手くなんなきゃダメなんですという話をしますけど ね、そうしないと世界またブロック、またブロックだ。5本目です。日本は斉藤だ。福澤はレシーブが良くなったらスタメンですよ。本当ですね。いや本当にあのレギュラーメンバーもうかうかしてられないですよね。そういったメンバーが揃ってるんです。これはハイパー拾った。さあこれバックダックか。これは難しいぞ。距離バックダックが出てきた。スパイクだ。すごい。バックアタックになんと25点目を決めたのは若き堀清水です。さあ第3セットに向かって選手たちが出てきたようです。櫻井さんそばにいますか。はい、今福澤選手そして清水選手がハイタッチをしながらこちらへ向かってきました。笑顔ですね。はい、先ほど印象的だったのが2セット目終わった後越川選手がちょっと笑顔で、はい、福澤選手ちょっとあいつ高く飛びすぎだとそのままもちろん自身の調子ないのもあるんでしょうけど、いやついにやってくれたなというような表情を浮かべながら あいつ飛びすぎだと言っていました。全体としてはですね、個人のブロックの修正が少しあったものの、調子がいいのでメンバーはこのまま行くそうです。あ、そうですか。はい、3セット目も福澤選手そして清水選手の期待活躍に期待したいと思います。そのまま2人ともコートにいるということですね。はい、はい、ありました。ありがとうございます。さあということでどうやらこの第3セットも清水そしてこの福澤という若い2人のバレーが見られそうです。ハイライトでここで振り返ってみたいと思います。最初はこのサイドアタッカーベストプレイヤーの2人ゴッツそして越川が、流れを作ってややちょっと嫌な雰囲気だった、昨日のやはり、あの燃え尽き症候群になってしまったではないかというような感じの悪い流れを断ち切っていったゴッツと越川でした。
そして最後もこの越川のストレートスパイク、そしてゴツのクロススパイクで25対20で第1セットを奪った日本。さあ第2セットに入ってから、途中から入った斉藤、そして山村という205センチコンビが大活躍。そして山本もブロック、さらにはご覧のようなプレーもあって5連続ポイントで一気に中盤引き離していきます。そして途中から入ってきた清水、そして福澤、いやー川合さん待ってたでしょうね、この時を待ってましたね、この若い2人ね、すごい活躍しましたね。最後のあの中西さん25点目決めたゴリのスパイクはすごかったですね。レシーブは反応できなかったですよ。なんか風が来たみたいな感じじゃないですか。あのワールドカップでゴッツがね、後ろからの2段トスを決めたね、あのスパイクありましたけども ね、はい、あれをちょっと思い出しましたね。いや清水は本当にね、このパワーすごいですよ、このチームの中でね、そしてこのポーズ、こういった若い力がまだまだ控えでもう出たくて出たくてしょうがないという思いで待っている、その2人が今度第3セット、最初からどうやらコートに姿を見せる。さあ見てみましょう、この高い対空力のある、対空力のあるというか、もう完全に空で止まってる感じの福澤達也、中央大学4年生。この人のスパイクを見て越川が飛びすぎだよとつぶやいたという、これ確かにもしかすると北京でのレギュラーライバルですからね。ですよね、エア福澤ですよね、すごい。これはね、もしレシーブをきっちり福澤磨いてくれば分かりませんからね。分かりませんよ。ですから越川ももっともっとパフォーマンス上げてこなきゃいけないし、そうですね、越川もね、守備力をもっと上げないといけませんよね、今後はね。さあ第3セットが始まりました。さあ、そして斉藤信子もスターティングメンバーとして名を連ねています。これまでずっと控えに余っていたメンバーですが、このメンバーが出てもおそらくはパフォーマンスはほとんど落ちないはずです。そのくらいの力のあるメンバーが順に揃っている。ブタジャパンブロック、このブロックも高い、バックアタック、これは指揮を使ってきましたバックアタックですが、これは超えてきません。さあ第3セットに入っている川合さん、ですからね、こういった控えメンバーが入って、それでも落ちない、そうなんですよ、パフォーマンスが落ちないというね、ここなんですよね。全部控えと入れ替えても、どっちが一番でもいいんじゃないかっていうぐらい、それぐらいあの変わりはしないですね。そういうことですよね。三宅さん、はい、さらにね、14名まで残っていた柴田恭平いるじゃないですか、はい、今日ね、自分でね、この会場に来て自分に何が足りないのか、この12人と何が違うのか、それを見つけに来てますよ。なるほどね。そう、彼なんか入っててもおかしくないような選手なんですよね、はい、まあそれにしてもね、他の選手はもう見えますね、見えますね、見えますね、後ろにジャケットを着てますね。上田監督が言うのは、この12人だけが北京に行くメンバーじゃないんだと、うん、そして今回戦うのも12人だけではないんだと、最後に残った2人を含めた14人、はい、そして、大阪の合宿で一緒に頑張ってきた残り5人を含めた19人、この19人みんなで戦うのがこの日本なんだという話をしていました。上がっている、今福澤ナイスレシーブですね。わあ、これも拾っている、これも拾った、考えられないレシーブだ。さあ、そしてレフト石木だ、上から行きました、この最後は決めていきましたが、しかしその前の2回のレシーブ、中垣さん思わず声出ましたね。いやいやいや、考えられないというか、いや今の素晴らしいディフェンスですよ。いや、その前のまずは福澤、そしてその後のあのクイック攻撃を拾った長に、あっと、これは交錯した、これも拾っている日本、驚異的な粘りを見せています日本です。さあレフトへ、これも私取った、決めていきます。これがエースの指揮、アルジェリア。さあしかしながら、いい形どうでしょうね、河合さん、若いメンバー入ってきても、はい、まあ、もうまだまだね、行きますよ。最初のまず掴み方良かったですね。あっと、これは流れた、さあこれで4対4、アルジェリア同点に追いつきました。序盤です、サーブレシーブですね、サーブカットきっちり返ですね。あっと、越川が大きな声を上げています。もしかしたら北京では越川が大きなライバルになるかもしれない、そんな思いを込めて、あるいは福澤を見ているのかもしれません。越川バックアタック、取れました、
スイングだがブロックされてますね、ちょっと落としてますよね。エンドラインギリギリを狙うような長いスパイクを打っていった方がいいという、ここで上田監督が作戦タイムを取ります。伸びてくるボールとかジャッジできなくなってしまうからもう一回楽に構えてきっちりとチャンスチャンスだ。あれもないボール。集中よ集中。 OK 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 OK。よしね、こっちで打つよ。もう一回もう一回振り返って。はい、前半前半、はい、こっち一本来て、一本来て、ダンプ。死にかかっていた男子バレーを上田監督が生き返らせた、彼の人間教育の勝利だ、こう話したのは上田監督がリズムを引き継いだといった松平名誉会長の言葉です。人間教育の勝利、いろんなこの若い個性豊かな選手たちを成長させてきた上田監督です。そしてその頂点はこのおそらくボックスでしょう。このボックスがみんなと喜び、みんなを鼓舞し、そして決して去ることのないこの精神的な強さを中垣さん、はい、身につけました。つけ出してますよね、本当に。表情が去年までとは全く違いますよね。高井ブレイザーズの監督である中井さんからするとね、そうですね、やはりこの成長というのは嬉しいことでしょう。はい、もう V リーグ中はね、肩を痛めてましたんで、もう本当に顔がこうなんていうんでしょうね、面白くない顔をしてたんですよね。でこの OQT も間に合うかどうかは本当に心配したんですけども、ね、まあよくここまで来たなというのはまあ正直な気持ちですね。はい、高井のこの友永がこの越川を、さあ今度はレフトから福澤達也、高井何者だっていうぐらいな、いやこれは皆さん衝撃デビューですね。この選手を覚えていただきましょう。まさに衝撃デビュー、ストレートになっていった。これが中央大学4年生、清水と同じ大学生コンビ、福澤達也21歳です。さあこれもチャンスになるぞ、来るか、さあ福澤達也、最高到達点 3m57、 越川が呆れて見つめている。いやーすごい、今のストレート打ちもね、見事ですよ、シャープですごい。あのワールドカップの悔しさ、メンバーから落とされたあの悔しさ、それをぶつけている福澤です。三宅さん、はい、その福澤選手なんですけどもね、やっぱりこれまで出れなかった思いはっきり分かったそうです。やっぱり自分のね、売りがないから、やっぱりサーブレシーブの信頼性がないから使われなかったから、その辺を含めて攻撃プラスね、自分っていうものをね、作っていきたいって言ってました。これはサーブレシーブは福澤と越川勝負ですね、さあそして福澤、さあこれはようやくこのブロックかけてきた、フェイントダンク切り返す、アクミはバックアタックを選択したがこれは合わない。さあそしてまた福澤が待ってると、速いトスがブロック、飛んできた、ベライドが止めた、今のはもう完璧アルジェリアで福澤を張ってましたね、張ってましたね、さあこの世界の高さを乗り越えられるか福澤、最初の試練かもしれません。2回目のテクニカルタイムアウトです。でブロックはもう一回ブロックのブロックをリーグチェック、もう一回相手がサーブで崩れてない時のブロック頑張って、サーブをもうちょっと強く打っていこうや、相手はもうサーブで感じるのもバタバタしてるんだから、大きいんだな、サーブベッドのサーブ、もう一回マサジ荻野。バレーボール人生の最後の挑戦だと思って、ワンプレーでムードを変える、頼れるキャプテン荻野マサジ38歳。自分のバレーとか好きだったことを少しでもいいからちょっと伝えてあげたいなと思うし、それは僕が全日本でできる最後の仕事だと思う。16年前人生を変えたバルセロナ、オリンピックを知っている唯一の選手、荻野は思う、途切れた歴史を再びつなぎ止めたい、バレーボールの魅力を次の時代に伝えたい、男は過去と未来の架け橋を自ら担う。面白い、最後に伝えたいオリンピック魂へ、もう一度人生を変えてみせる。このチームを支え続けたキャプテン荻野は今日はじっとウェイティングゾーンで見つめています。そして今選手たちに声をかけました。ワールドカップの時に初めて練習で気持ちが折れそうになったそうです。
引退する選手ってこういう気持ちになるのかなと初めて思ったそうです。もうこれが最後かもしれない、世界最終予選、自分はもう戦えないかもしれない、ワールドカップの最終日に荻野はこんなことを漏らしました。だけれどもあの空白の15年、僕たちがアトランタで切符を逃したことからこの苦しい戦いが始まってしまった。上田監督も大竹コーチもプレーでリベンジすることはできない、プレーでリベンジできるのは俺だけなんだ、そう思ってから自分の中でもう一度戦おう、そういう思いが生まれてきたそうです。38歳荻野正史、そのオリンピック魂は確実に若い選手に受け継がれています。さあその若い選手たちがあの荻野の背中を、あの大きな背番号8を見つめて戦っています。そしてはい、宮崎さん、その荻野選手がね、あの今直前に福澤選手にスパイクをね打ちつけるなと、ブロック見えてんだから落としていかないで深く狙って打ってけって言ってましたよ。そうですか、2枚ついたらあの対角線の角を狙えって言ってましたね。まあしかしどうしてもようやく掴んだこのチャンス、やっと回ってきたこのチャンス、これは中垣さん、エースとすればもう力が入ってしょうがないですよね。そうでしょうね。まあでもあの、もう何て言うんですか、思う存分やってほしいですね、ここで。さあライトから、今度はライトからいった、189センチ、決して大きいタイプではありませんですが、このジャンプ力で相手のブロックも余裕で見つめることができます。ジャンプの高い選手はですね、はい、空中で余裕があるもんですから、ブロックを見やすいんですよね。荻野からですね、今の打ち方だよっていうふうに目を合わせて指を一本上げましたよ。ああそうですか、はい、ウォーキングゾーンで見つめている荻野、また大きな声を出しています。本当にこの荻野がまとめたこのチーム、あのマインドを受け継いで選手たちが本当に大きくなりました。ブロック、この荻野とともに長くこの日本を引っ張ってきた斉藤信春、悲願のオリンピックが決まった。34歳斉藤信春、3度目の世界最終予選、左側の故障もありました、2年間満足にコートに立てない、そんな時期もありました斉藤です。そしてゴッツ、さあこれはチャンスボールになるか、アウトになりました。さあ10対10、第3セットは1ポイントしのぎを削る戦いになっています。この戦いの中でゴリラ、そして福澤がどんな成長を見せるんでしょうか。ああ、ここでアルゼリアサミル監督は早めのタイムアウトを取ってきました。清水も福澤も試合に出たいという気持ちは伝わっている、今日は12人が全員出るような試合にしたいと話しています。今日もたくさんのファンが来てくれる、日本らしいバレーを見せよう、そう話した上田監督です。今日の東体は東京体育館満員です。速攻、さあアルジェリアも離れなくなりました、ちょっと動きが変わってきましたね。アルジェリア、やはりこの大観衆の中でちょっと緊張感もあったのかもしれませんが、1、2セット、はい、本来の姿ではありませんでした。サーブはあんまりまだミスしてないんじゃないですかね。ミスが少なくなってきましたね、ゴッツ、これもワンタッチかけているアルジェリア、あーっと繋がりません。ゴッツが決めていきました。ゴッツはこのクロスに非常にいいスパイク打ってますね。あーそうですか、非常にあのトップスピンの足の長いボールで、パワー乗ったボールがいってますね。なるほど、はい、その中からもそう打ちやすいいい球はね供給されてるんですね。スパイクサーブが決まった、絶対取れない、絶対取れない、絶対取れない、うわ誰もいない、このスピード、しかも向いてる、走り込んだ方向と違う方向ちょっとひねりましたね、全体的にね、あの寄っていくんですよ向こう側に、はい、それをね逆に思いっきり打ちましたからね。強烈なサーブ、ここだ、今度は落としてきた、ライトから真始めです。いやしかしながらもゴリの身体能力っていうのはやっぱすごいんですね。だから安定してね、出し、まあ
出してあげればもっともっと安定が出てくると思うんですね。本人が言ってるのはサーブの安定性って言ってましたね。あ、言ってました、やっぱり1回だけ打つとかね、ビッグサーバーでダメですね、そうなんですね、ずっと試合出してあげないとね、はい、大林さんどうぞ。そしてね、そのゴリなんですけども、もう打ちたいサーブはね、昨日ゴッツが打ったような勝負どころで勝負できるサーブを打つ、これが目標だそうです。あれは打ち中さ、23対23のね、もうね、もうギリギリのところでね、打ちましたからね。あ、これもストレートにスパイクを見せました、キャプテン、指揮です、エースの指揮。いや、ただ、さっきもありましたけども、ゴッツが見せたようなね、二段トスを打ち切るシーンもありました、はい、そして今、映っていましたけれども、この荻野の思いをつなぐゴッツである、そしてゴリである、ゴッツは常にその荻野さんのような、あんなプレーがしたい、苦しくなった時でも、このプレーでチームを引っ張りたい、そんな話をしていました、苦しい時にリーダーシップが取れる選手になりたい。そして清水邦弘は新興大附属高校の後輩でもあります、ですからそういったいわゆる上田監督の言うイズムですよね、上田監督が松平監督、ミュンヘンの時の監督です、そして大久保誠二さん、バルセロナの時の監督です、そのイズムを踏襲したというように荻野の考え方、イメージを、ね、踏襲してほしいですね。そうですね、そして決めていってほしい、ブロックアウト、福澤達也、初めて与えられた長い舞台、今ようやく解き放たれた福澤が躍動しています。ブロックだ。ここまでの放送はおかげさまで125年ずっとキラキラ三ツ矢サイダー、花王、ホンダとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今までミュンヘン世代、そしてバルセロナ世代と言われた男子バレー、もしかしたら私たちが今見ているのは新たな北京世代なのかもしれません。そしてその中でもゴリ、清水、そしてこの福澤、21歳の若き魂がコートの中で躍動しています。今度は君たち北京世代がバレー界を変えていかなきゃいけないんだ、君たちが頑張らなくてはいけないんだ、君たちが北京に行くことによって日本の将来が開けるし、そして北京世代というその言葉が初めて生まれることになるんだ、上田監督は選手たちに囁き続けました。バルセロナのキャプテン上田竜也が監督として引っ張るこの上田ジャパン、北京世代、さあストレートで北京に向かうか上田ジャパン、これはセッターにきれいに返っています、バックアタック拾っている、チャンスボールはもう1回アルジェリア2ではいかない、バックアタック拾った、またがり、つながりまたもスーパーレシーブ、またバックアタックを襲えた、クイックだ斉藤、あーとタッチネットです、友永のタッチネットですね。いやでも今のつまがりのまたスーパーレシーブですね、いやすごいレシーブですね、いやもう考えられないですね、この人もスキルアップしてでしょ、8年間の思いがあります、そしてこの人にとっても最後の夢、8年ぶりの思いを込めているつまがり勝利、やり残した場所、そこに向かっていくつまがり、ライトからつなぐ、これも速いわ、清水のボディタッチ、強烈ですね、一枚だったんで今打ち付けてきましたが、筋力がすごいありますね、やっぱりその身体能力なんですかね、ゴリと同じね、努力もすごくしてる選手だね、入った、いいサーブ、これもすごいサーブだ、さあそしてゴリ、ゴツです、ゴツのフェントです、福澤のサーブですね、福澤のサーブで乱しましたね、新たな息吹、そしてその新たな息吹に魂を与えた右下荻野、さあここでサイディセンタープレーヤーが変わります、梅里に代わってサイディが入りました、ブロックナンバーワンの梅里はちょっと機能していないということでしょう、
さあ18対15を走り始めた第3セット。そしてもう1回この福澤のサーブどうだ、これも入っています。ブロックバックトスからです。これも拾っている。さあ2段トスだ、どっちいけるか、左手でいった、ツーでいった、これはブロックが取っています、ワンタッチ取っています。アルデリア、いいラジーしますね、男子バレーだと思えないぐらいな、よく拾いますね、両チームとも拾うって、いやでもやっぱこのディフェンス力、世界レベルだといったこのディフェンス力は、さあゴリズこれは拾えない、いやーゆうとくんすごいね、ゴリが、はい、すごいですね、もうゴリ選手もそうなんですが、もう福澤選手とこの2人も、もう今まで出てなかった分をもうどんどんこの試合に晴らしてほしいですね。いや本当ですね、はい、今まで出られなかった悔しさ、あの思い、部屋で吠えていたというあの鬱憤、全てをここで爆発させているこの2人、拾っている、チャンスボール、アルジェリアワンハンド、アウト、これはアウトになった、さあ日本に10点目。ゴリのスイングを見てですね、三宅さん、荻野と山本がね、2人でね、すごいスイングだなって、2人でね、やってましたよ、一緒にスイングスピードが速い、アウト、ダイレクト、決まった、山田、いや確かに清水と福澤のこのプレーはもう日本のこのレギュラークラスですよね、今まで何してたんだって、今まで出なかったのは何だったんだというぐらいですよね。さあこれタイムアウトです。大事だろうさ、ファイナルの自分流れるなよ、何回も行われる、自分流れるなよ、動いたらちょっと早い、早い、もうちょっとゆっくり見て、スピードで勝負しよう、スピードで勝負、高田いないよ、太田勝負は頼むなよ、福田よ、まだまだ1回もね、取りに行くよ、最後まで宣言しよう、ザッコール。2月3月と福澤と清水は上田監督、久保コーチらと地獄の強化練習を行いました。もう1時間ぐらいスパイクを打ち続けるような、もう信じられないような練習を使ってずっと続けてきた、そしてレシーブ練習も重ねました。あの苦しい練習でこの2人が大きくまた成長しています。そうですね、さあこれもうまく取ってきました、エンカラルです。上田監督聞いたんですよ、練習だったんだろうって言ったら、そうですねって、自分だったらどうって言ったら、僕だったらもう嫌ですって、それをやらせたという、やらせてるというね、さあその中で大きくなったゴリー、清水邦弘、ゴリが決める、世界を砕く怪物ゴリ、北京での壮大なデビューに向かって、さあゴリが飛んでいます。さあそしてここでは宇佐美ですね、宇佐美入りましたね、宇佐美も昨日は悔しい思いを晴らしていました、このコートに最後に立っていたかった、そう話した宇佐美大輔、さあいった速いトスだ、ワンタッチ取っている、さあ宇佐美はおっつ、これは来ましたか、タッチネット、空中で、ね、相手のブロック陣がバラバラになって落ちてきましたからね、ヘッドアップしますね、タッチネットね、荻野は今日はどうやらゆっくり休んでください先輩ということで若い選手たちでストレート待ちを収めようというところ、これは思い切って攻めた清水邦弘、ゴリのサーブですがわずかにアウトです。さあ中にポイントでストレート勝利、6勝1敗という形でこの世界最終予選を終えることになります。あの最初のイタリア戦、あれさえなければなんと全勝という強さを見せた日本、バックアタックゴリ、さあそして今度はグッズだ、うまい、ギリギリスパイのところが、いいところ、あのスパイクなんですよ、あれもいつも打ってほしいんだよ、今は堺ブレイザーズの監督になってしまいましたからね、あのクロスの一番深いところね、そうですね、あれぐらい通過点を高くして打てば、ここいつもゴッズには言ってるんですけども、チームでもそうしてくれと、いつも言ってるんですけどね、3対0、ストレートでアルジェリアを下した日本、優秀のみ。
井さん、快勝ですね。快勝でした。しかし本当に北京オリンピックはね、楽しみになってきましたね。メダル狙えますよ。はい、メダル狙える、狙えますよ、このチームだったら。それほどまでの強さを見せてくれましたね。強いですよね。あとはもうちょい守備力が上がればですね。はい、そして中西さん、はい、若い選手2人が見せましたね。いや、今日は本当にね、代表チームとしてのね、層がまず厚くなった。斉藤も泣いてましたね。はい、でも今のこのチームね、もっと見たいような気がしますね。櫻井さん、本当そうですね。はい、そうですね。北京がどんどん楽しみになりましたね。はい、そして今コートの中で一つになってジャンプした。まさに北京へジャンプ、上田ジャパン。この最強の10人がこれから日本を後にして、そしてワールドリーグでその牙を研ぎ、そして北京へと向かいます。北京に向けて決意をお願いいたします。そうですね、やっぱり自分と清水の若い力で北京の大会を盛り上げれるようにしっかり頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。須田選手、北京行ってらっしゃい。アピールお願いします。我がき21歳の清水邦夫です。むちゃむちゃ固いですけど、お渡ししますんで、どうぞ。ゴリです。一生懸命頑張りたいと思うんで、応援よろしくお願いします。北京オリンピックでの活躍、改めて決意をお願いいたします。そうですね、僕の最後の打ったサーブは北京への向けてのサーブです。残り2ヶ月間で、自分自身個人もそうですけど、チームとしても強い全日本で、また北京のコートでメダル目指して頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。西島選手でした。そして12名の選手たち、上田監督、上田ジャパン、おめでとうございました。いや、若い力が躍動して、なんかこう男子バレーの未来まで見ててくれような、そんな試合でした。さあ、これで上田ジャパンは6勝1敗で最終予選を終えています。小林さん、はい、本当に興奮しっぱなしでしたね。そうですよね。もう自分を信じて、仲間を信じて、夢に向かうことの素晴らしさを教えていただきました。男女ともに北京、本当におめでとうございます。さあ、こちらが最終順位です。男子のオリンピック出場は1位のイタリアとアジア最上位の日本。北京が楽しみです。はい、そしてスペシャルサポーターを務めてくださった平成ジャンプの皆さん、応援に力入ってましたよね。僕たちスペシャルサポーターを務めさせてもらって本当に良かったなと思いました。選手の皆さんの力で掴み取った北京への出場権、その場所にいられたことは本当に忘れられない経験になりました。ありがとうございました。はい、男女ともに北京でメダルを取って日本に帰ってきてほしいです。それでは日本バレーの勝利を願って、北京へジャンプ、頑張れ日本、頑張れ。ビッグポイント。